らっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。お待ちくださいね。あんまり注目しないでお待ちください。かわいい。ありがとう。またね、ちょっといろいろ配信がございますんでね。これは、あ、これでどこを開けると、どこを開けると今のあれになるのかな。ああ、これが来たな。来た来た来た。あ、でもねゲスト違う人になってますね。ちょっと待って。ジロ吉 YouTube チャンネルより同時生配信の URL でいいんですよね。はい。あ、ありましたね。これをポンってやればいいかな。これをポンとやると、あ、開けましたね。あ、私がいますね。みたいな。ごめんなさい、独り言言いまして。ちょっとタイムラグがあるんですね。まあいろいろ配信がするようになってからいろんなことも覚えたのは覚えたんですけど、やっぱり覚えきらないところは覚えきらないという。上村かおるでございます。ソウルラテンでございます。よろしくお願いいたします。はい、そうですね。それでは今日は最初はね、アルバムの中の曲から、現代がカミングトゥゲザー、ちょっと私が歌詞の中からある朝目覚めたらっていうタイトルにしたんですけれども、皆さんバンドの皆さんはある朝目覚めたらっていう曲で、認識されてるんですけど、本当のタイトルはカミングトゥゲザーっていうタイトル、その曲からお届けします。私のそばに来て囁くように話した。古びた悲しみや色あせた夢なんか忘れなさい。開かれた扉の向こうにはI'm not afraid to die.
暖かくなってきたような気がした。もしかして私は今幸せかもしれないと思えた。神様の御座だかしら、魔法にかけられたみたい、涙に明け暮れていたのが嘘みたい。爽やかな朝、神様のいたずらかしら、魔法にかけられたみたいな気分、私はもう元気よ。ありがとうございました。ごめんなさい。はい、神靴下、上村香織作詞、野呂一世作曲の曲でありました。はい、それでは、そうですね、あの先日ごめんなさいね、ちょっとなんか耳が敏感なもので先日そうですね、あのいろんな音楽映画を、見に行ってはいるんですけれどもね、教会でコンサートを行ったアレサ・フランクリンのね、アメージング・グレースという映画が素晴らしかったんですが、そのアレサがヒットさせた曲で、これはね、スティービー・ワンダーの曲ですね、 Until You Come Back To Me、 お届けします。どういう up on your door, a top on your window, babe. I wanna tell you, baby, things are be going through. Missing you, till you come back to me. That's what I'm gonna do.Why did you have to decide? You had to set me free. I'm gonna swallow my pride. I'm gonna beg you, please, baby, please see. I'm gonna walk by myself, just prove to them I love it too. Oh, for you, baby.I'm gonna do, yeah.
の日ですよね。11月3日ね、もう11月になりましたよね。もうあっという間にね、本当に毎年お正月になると、あ、もうすぐ夏だねなんて言ってて、で夏になると、あ、もうすぐお正月だねなんて言って、まあ、まだ早いよとかって言われるんですけど、本当にそんな感じですよね。うん、この前こちらでライブを行ったのは8月でしたっけね。8月の21日ですね。夏の暑い時でした。で、なんせ緊急事態宣言がなんかまた発せられたっていうか、ずっと緊急事態宣言だったんだけど、なんだっけ、第何波が来てすごかったんだね。なんか5000人とかが出た時期だったっけ、夏だったっけね。第5波。それでそのなんかそういうニュースが流れて2日目ぐらいにやったのかな、ここで。そしたらやっぱバンドの人数とお客さんの数がほぼ一緒だったという。今日はちょっとそれよりかはね、少し増えましたけど、なんせ秋晴れの文化の日で、休日で皆さんもいろいろご予定があって、何ですか、七五三とかね、お孫さんの七五三とかね。そう、あと子どもの運動会なんていう人もいましたしね。あとイベントもね、いっぱいあっちこちでありまして、実は今日は銀座の方で大阪から、大神瑠璃子さんという大爆弾が飛んで大神のお姉さんがライブをされてるんですね。いろいろな女性シンガーさんを招いてイベント、皆さんやっぱり、はい、そっちにちょっと行かれた可能性もありますね。仲いいんですよ、私大神さんとは。よくSNS でおしゃべりさせていただいてますけどね、お互いに辛口コメントでやってますけども、はい、そんなわけで、まあ今日はね、普通にできるみたいです。ここもお酒も出てますよね。出てますよね。はい、お久しぶりです。そう、お酒が出ないとね、やっぱりちょっと楽しみも半減しますしね、ということで、はい、今日は普通にやれるし、ちょっと途中休憩取らせていただいたりもします。そう、普通にやれなかった時ね、早く終わんなくちゃいけなかった時は換気タイムっていうのだけやって休憩時間取らなかったんですけど、ですから配信でご覧になっている皆様はちょっと途中で、しばらくお待ちください、タイムがあるかもしれませんけども、その間にね、配信ご覧の皆様も、今お茶の間って言わないんですね、お茶の間の皆様も、昔言いましたよね。はい、そう、昭和で、お手洗いに行ったりしてください。ということで、あ、まだですけどね、はい、そんな形で初めて、第3曲目ですね。あ、3曲目、第3曲目とか言うと将棋みたいな囲碁か。前回のライブから、やってる曲かな。あ、違うや、ごめん、飛ばしてた、ブルースか。そうだ、今回ね、結構ブルースっぽい曲多いんです。うん、それでこれもすごく久しぶりにやるブルースな曲で、なんでこれやりたいと思ったのかな。私やっぱり曲決めるときいろいろその時の心境があるんですね。曲のタイトルは Please Send Me Someone to Love っていうんですけど、まあ英語です。どういう内容かと言いますと、世界でいろいろね、戦争が起こったりパンデミックが起こったりしているけれども、やっぱりそういう時にうるたえないで人々の気持ちを癒してくれるのはやっぱり愛だみたいな、そういう曲なんですよ。うん、だから愛する人を僕に届けてくれって言ってるのがそこが面白いところなんですけど、曲の内容自体はそういう内容です。 Please send me someone to love。
heaven present to all mankind. Understanding a peace of mind. But if it's not asking too much, please send me someone to love. Someone to love. Show the world how to get along. Peace we enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone. My answer is always the same. Honest man, good man, oh, this hey, will put a wall in a frame. What a shame. ありがとうございました。オンギター、ライカツマサ。暑かったね。いや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 、熱いギター炸裂。
ね、弾かせてくれって言ってね、今日リハの時にもうガリガリ弾かせて、ゴリゴリ弾かせてくれっていうあ、そんなこと言ってなかったっけそういう感じじゃない、そう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 、 OK やってみたいな、はい、熱い演奏でしたけど、はい、そうそう、そろそろね、ちょっといろいろコメント来てるかな、ちょっと見てみよう、よし、あ、うん、またね、コメントをどうやって読んだらいいのか分かんないこれどこを見たらいいの分かんないんで、ね、この方一番詳しいんでこういうのに来てないかも、うん、その来てない、あ、なんかすごい後ろから、すみませんつつかれてんですけどあのねちょっと私今日ね気になって、あ、大丈夫か、さっきまで長袖着てたんですよ、で長袖着てて、ここがちょっとキュッと袖まくりしてたらね、ゴムの跡ができちゃってね、でこれがやっぱり年取るとなかなか跡が消えるのが遅いんでそうそう、それでた、じゃさっきちょっと気になってたのが、消えてます、よかったね、若い時はね割とすぐ消えるんだけどね、あるあるあると思ってらっしゃる方も多いかもしれませんけど、あ、まだですか、あ、ちょっとねごめんなさいね、お待ちしていただいて、はい、今日はそう、あ、ありがとうございます、アプリで開かないと見れないんですね、あ、そうだったんだ、はい、あ、ドラさんいつもね見てくださってる大阪の方ですかね、ドラさん、すごくブルースファンの方で、フェイスブックでなんか、ジャパンブルースとかっていうグループがあるんですけど、そこにもなんか私のなんか動画とかも上げてくださったりとかしてくださってる方で、いつも見てくださってるんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、それと、あ、やすこちゃん待ってました、ワクワクです、ありがとうございます、やすこちゃんはいろいろね、もう沖縄にいる、引っ越しちゃった人なんですけど、いろいろ、そうフォローしていただいてます、ありがとうございます、はい、そして、吉村由美子さん、こんばんは、あ、吉村由美子さん、吉村由美子さんはね私お会いしたことあるのかな、ちょっとごめんなさい、もしお会いしてたらこんなところで会ったことありますよとかいうコメントいただいたら嬉しいです、はい、今の段階でこういうコメントがいただいております、ありがとうございます、こっちもありがとうございます、はい、ではですね、Please send me someone to love の次にお届けする曲は、あ、これがそうだ、これが8月に、ここでライブをやった時に初めて披露した曲で、もともとはカントリーの、ジム、ウェザリーさんっていう方がね、ウェザリーさんっていう方がお作りになられた曲で、それをですね、そう、グラデスナイトさんね、グラディス・ナイト&ピップスさんに、歌っていただいたら非常にヒットしたっていう曲で、うん、ミッドナイト・トレイン・ジョージアというのを、ちょっとかその、カントリー風のジョアン、オズボンさんという方のバージョンを聞いて、あ、こんな感じでやってみると素敵かなと思って、前回から、やらせていただいてます、ミッドナイト・トレイン、最初はヒューストンだったらしいです、そのジム・ウェザリーさんが作った時はミッドナイト・トレイン、いや、ミッドナイト・プレインだ、プレイン、飛行機ヒューストンに行く飛行機っていうタイトルだったんだけども、ミッドナイトトレインジョージアになりました、そして大ヒットした曲です、はい、よいしょよジョージア、いいですよ、just call him back to find oh what's left of his world the world he left behind a
いろんな曲にね、まあ、チャレンジして、そう、11年に経ちましたね、このメンバーさんでライブを始めてね、はい、来年12年なので、えと一回りですねえと一回り12年というとね、なかなかこの間もちょっと話してて、12年というと誰か一人か二人は倒れていそうなもんだとだけどとりあえず誰も倒れずに、ね、はい、元気でいるという、あまりお酒を飲まない人たちで、彼は飲むんだけども、あんまり他の人は飲まない人たちで、でも甘党で倒れそうだねさっきもすごい差し入れにいただいたなんだっけ、フルーツ大福に群がってました、みんながもう取り合いになってみたいな、誰と誰がどれを食べるみたいなことやってましたけどね、甘党なんで差し入れはぜひ甘いもので一生日いただいてもね、消化の支給しようがないという甘くて柔らかいものですか、柔らかいがつくんですね、硬い、ジジイで、ジジイで岩おこしとかダメなんですね岩おこしとか
かりんとうでもちょっと柔らかめのかりんとうとかだそうです。よろしくお願いします。はい、笑ってる場合じゃないんですよ。そう、実はクリスマスライブっていうのをずっとやってたんですけどね、何年か前からちょっとやらなくなりまして、っていうのはもうクリスマスもね、皆さんお忙しいし、年末ね、年始っていうか年末ね、だからクリスマスにお出かけいただくのも大変だろうということになりまして、でやらなくなっちゃったんですが、クリスマスライブに毎回やってた曲があるんですね。で、それをちょっとまあ、クリスマスソングを今やるのはちょっと変なんですが、なぜその曲をクリスマスにやるかっていうのは、まあ、私のいろんなね思いとかがあって、取り上げてた曲は何曲かあるんです。その中の曲で、ゴスペルの曲がね1曲あります。ゴスペルといえばね、ちょっとまだ話があるあれなんだけど、サマーオブソウルって映画ね、この間あって、50年間お蔵入りしていた、ハーレムの真ん中の公園、ハーレムのど真ん中の公園で毎週日曜日に6週間連続でコンサートがあったっていうやつですよね。それが50年見つからなかったのが見つかって、映画化されて、若い監督さんが映画化されて、公開されたですね、夏頃に。今ちょっとどっかでまたちょっとやってるかもしれませんね。それにやっぱりね出てきたね、マヘリア・ジャクソンとね、ゴスペルの、マヘリア・ジャクソンにメイビス・ステイプルス、ステイプルズの、ボーカルのメイビス・ステイプルズが2人でねゴスペルを歌うのがね、もう半端じゃなくて、もう涙ボロボロ出ましてですね、マヘリア・ジャクソン奥歯がないんですね。いやいや、お顔がないって、いや、なんでないんだろうと思ってさ、そんなとこ見ちゃったんですけど、なんか画面で顔が大きくなるじゃないですか。ちょっとガーッて口を開けて、まあ、歌う、まあ、私も口を開けて歌うんですけど、あ、奥歯がない、貧しいから奥歯がないのかなとか、ね、ちょっといろいろいろんなこと考え、そんなことでもいろんなことを考えちゃいまして、で、まあ、とにかくメイビスと2人で歌った歌がやっぱりやっぱりそのコンサートの中でも毎週毎週何バンドかやっぱりゴスペルのバンドが出ていた らしいんですが、そう、私にとってはね、あんまりねクリスチャンではないので、でもね教会にはねちょっと通ってたんですね、子供の時に。その時に、やっぱりその苦しみはいつまでも続くものではなくて、やっぱりある程度時が経てば嬉しいこと楽しいことって絶対巡ってくるんだよっていうような、その聖書の教えみたいなのがありまして、ちょうど今から歌わせていただく曲はそういう内容の曲なんです。うん、半分英語 で半分は私が詩をつけてみました。はい、My Life is in Your Hands っていう曲です。Joy comes in the morning, the troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, I know that I can make it. I know that I can stand.No matter what may come my way, my life is in your hands. 心の闇が晴れない時も、朝の光が喜び満ちて、友達のように寄り添って「両手を広げてさあ出迎えよう」「もう私は恐れない」「I know that I can stand」「No matter what may come my way」「My love is in your hand」「With Jesus I can take it」
孤独に試されていると怖くなるけど勇気を出してと声が聞こえる。涙はいつまでも流れ続けない。 I know that I can make it。 私は立ち上がれる。結構根性ある方やと思ってるんですけどね、私急に大阪弁な。なんでかというとね、やっぱりその教会ちょっと通ってて、聖書なんかのお勉強してる時にね、今の本当歌詞の内容なんですけど、なんだろう、辛いことがあっても、本当にそれはいつまでも続かなくて、でそれはね、キリスト教ですから神様っていうのがいらっしゃってね、でその神が私たちを試してるんで、それはテスト期間ですと、ね、だから小学生なのでテストがあると。でテスト期間で、テスト期間って終わるでしょと、中間テスト期間、小学校はないのかだけど、でテストが終わったら遊びに行けるじゃないのっていうね、なんかそういうのと私の中ではリンクしてね、あそうだそうだと、うん、だから結構辛いこととかきついことがずっと続いても、絶対それだけでは終わらないよねっていうことの繰り返しで、64年間来てるんで、はい、なんとかそれこそ、病にも倒れずに生きてられてるかなっていう感じです、はい、そういう思いを込めて歌いました。はい、それではそうね、ちょっと休憩に入る前に一発元気のいい曲をお届けしようかな。本当に皆さんね、ここで踊ったり歌ったり一緒にちょっとまだできないのが残念なんですけども、これは私たちにとっては新曲ですね、間違ってない、あ間違ってない、はい、新曲です。もともとはネット・ドヘニーっていう AOR ロサンゼルスの人、ドヘニー通りっていうのが名前がついてるぐらい金持ちのボンボン、うん、のあと白人のボンボンさんの、ボンボンさんと言ってたんだけど、超売れたアルバムがあるんですよ、ハードキャンディーっていうね、すごい素敵なアルバムなんですよ本当に。でそのアルバムの、中でも歌われてた曲で、それを、ルーファス、チャカカンドルーファスが、カバーしました、それでもまた2度大ヒットしたという What you gonna do for me、 お届けします。
演奏の方はこれで休憩したいんですけれども、あ、ちょっと待ってね、今コメントがちょっと増えてるかなと思って、はい、あ、違う方だと思います。前回、林間の話題でコメントさせていた、あ、ごめんなさいね、今の、吉村由美子さんという方ですね。あ、私は一度もお会いしたことがないんだわ。そうだ、それでなんか中央林間だか南林間の時々ライブされますよね、はいはい、キムチさんね、クワトロロコスとかで、そうです、どこだっけ、ハイダウェイ、ハイダウェイっていうところでね、キムチさんはライブされますので、もし林間近かったらどうぞ今度行ってくださいはい、ないですか、近々ないですか、ハイダウェイの方では。ないです、ライブはないですか残念でした、はい、そうなんですね、あ、そうですね、ドラケンジさん大阪から応援してます、はい、やすこちゃんは何、沖縄か、今サンセットです。あ、サンセット、そうだね、黄昏にブルースやゴスペルを聞くとしみじみ伝わってきましたっていうコメントをいただいてます、ありがとうございますはい、じゃあちょっと休憩しますので、ご来場の皆様はお酒を頼んだりとかお手洗いに行ったり、お酒はどんどん頼んでくださいそう、急性アルコール中毒なんだよ気をつけて、じゃあ10分ぐらいかな、はい、はい、お願いします。
再開します。ありがとうございます。ありがとうございます。今一瞬躊躇したでしょ。あ、違うか。いやいや大丈夫ですよ。なんか休憩中にコメントをいただいてるんですけど、そう、南林間の方じゃないか。ね、久美さんにさっき伝えました。ぜひね、今度ライブあった時には、はい、なんか待ってます、伺いますって言ってくださってます。はい、吉村さんね。そして、そう、ドラさんね、数年前に双子ニコタマでルート66を歌ってないですね、きっと。あ、これは2年、あ、去年かな、去年にルート66を、ニコタマ、ニコタマのジェミニでね、湯川東弁さんとかとやった時に歌いましたね、確かに。いらっしゃったんですかね、その時。はい、そう、後半間に合いました。この方はどなたでしょうね、猫の猫のアイコンの方はちょっと分かんないです。はい、玉吉さんも、玉吉さん、どこの玉吉さんかな。あ、そっか、衣装かわいい、ありがとうございます。はい、はい、それでは後半始めさせていただきます。最初に私の作った曲で、神戸の街をテーマにした、曲です。 Dear My Love。なるわ。
そうですね、まだ震災、阪神・淡路大震災が起こる前に、山の方のちょっと高いところの、景色を、高いところ何言ってんだ、高いところから海の方を、見つめながら、作った曲ですね。うん、まあ、神戸をなかなかね、行ってませんけどね、あれ以来ね。はい、それではまたちょっと一曲新曲お届けしたいと、あ、そうそう、今のアレンジ新井くんがしてくれました、今の Dear My Love、ありがとうございます。はい、新しい曲ですね、なぜか今日はブルースっぽい曲が多いということなんですが、これはですね、ボニー・レイットさんというね、もうスライドギターの名手ということで、今日はね、実は彼がなんと本邦初公開、あ、でもどここそっか、あれは何みたいなそう、うん、ボトルネック説明しますと、マイクあるよ、マイク、オンで入ってる。あ、もう入ったままだった。本当？でもあっちで多分切ってくれてる。そうか。うん、テスです。大丈夫。気が。どうも、ギターの新井です。イエイ。ですね、ボニー・レイットさんの曲ということで、ですね、スライドギターを弾けと。いや、言ってない、私言ってない言ってない、弾かなくていいよって言ってる。だからいいですか、世間一般的にボニー・レッドさんといえばスライドギター、ね、うん、スライドギターのボニー・レッドさんの曲をやるといえばスライドギターを弾くのは必然でございますね、皆さん。で、そこでですね、ね、ほらギタリストがほらバカウケしてるでしょ、ほらもうバカウケしてる。でボトルネックっていうのはですね、ビール瓶、昔ね、ビール瓶をこうかち割って指にはめて、アコースティックギターとかね、でキュイーンとか、ロバート・ジョンソン、まあ、違うか、ああいう感じでガーって、でそれを、まあ、現代的にこれ ガラスのガラスとか鉄とかいろいろ材質があるんですけど、音が微妙に違います、うんうん、でしかも、ギターのチューニングがですね違うんですよ、スライドギターするときはね、オープン G とか いろいろあるんですけど、ね、うん、そんな器用なことは僕できませんので普通のギターで、なんとかスライドギターをっぽい感じで、なんちゃってスライドギターをこれからやります。なんちゃって頑張りますんで、皆さんちょっと熱い広い心で、温かい目でいや、そんなことないですよ、全然かっこいいですよ、はい、てな感じで僕はもう淡く言いながらやる姿を見て楽しんでくださいということで、はい、はい、ボニー・レイトの曲はもう、ボニー・レイト私大好きなんです、もうね、アルバムほとんど持ってるんですけども、ジャニス・ジョプリンにギターを教えてたりとかねしたこともあるという、ね、年齢的にはね、ジャニスと同じぐらいかな、でもジャニスより下かもしれないね、下かもしれないね、下だそうですね、昔虎ノ門会館、虎ノ門会館ってあったよね、うん、虎ノ門会館に見に行ったことがあって、もうその時からも大ファンになりました。はい、Sing Cold Love という曲をお届けします。Don't have to humble yourself to me. I am the judge or your king, baby. You know I am no queen of Sheba. We may not have a lot of energy. This could be just a powerful thing, baby. We can choose. You know we ain't no umbrella.Don't come for me and you come for the ball. I am a porcupine, take off your kid glove. Are you ready for the kid out of love?
baby fell on after the hall. Some kind of peace or situation. Baby, how can the God of life is so alone? Are you ready for the paper love? Don't come for me and you come for another ball. I went to poke a pie to put the kids love. もうぐっと注目度が高かったね。かっこよかった、かっこよかった。はい。ですね、あっちゃん分かった。あっちゃんは、あっちゃんじゃないや、後半間に合いましたチャイルドムーンさんはあっちゃんですね。山本さんですかね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。配信をご覧になっている方々、ぜひ、後売りチケットお願いいたします。はい、後売りチケットなんだっけ、二郎吉オンラインショップですね。オンラインショップから、なんだっけいや金額が分かれている、何万円コース何万円コース違うか、5万円5万円7万円、がっちり買いましょう。じゃあガチかそんな金額高くないですよ、はい、1000円からだったっけなそう、3段階ぐらいありますのでね、ぜひ、お支払いいただいた方々ね、お取りチケットをね、お買い上げいただいた方には、特典で写真集をお送りいたします。はい、その写真集って言ったらまた袋閉じだろうとか言って、この間もなんか8月になんか私からかわれてましたね、そういえばね。はい、8月に送った写真のとはまた違います。それでちょっと私 あのコメントとか、こういう歴史ね、私がこういう今こういう芸人じゃないんだけどね、音楽家になったに至るまでの歴史みたいなのがちょっと分かるっていうね、そういう写真集になっております。はい、ミニアルバムみたいなの、うん、こういう感じの、こういう、いやそんなのまだねそこまで行ってないんですけどね、そこまで行ってないんですけど、まあ、徐々にちょっとずつ作って、これはほら回をね重ねるごとにね、だんだんほら私の年齢も上がっていくので、はい、そういうのも出てくるかもしれません。そうかもしれない。ちょっとずつ露出。はい。ということで、そういう写真アルバムね、お届けいたしますので、ぜひ、二郎吉オンラインショップの方でよろしくお願いいたします。はい。はい。それ欲しい人いいんですよ。今日来てくださってる方々も投げ銭していただいても全然 OK なんで。また、そう。新たにね、家に帰ってから、動画を見ましたっていう方も前回いらっしゃいましたね。
それはそれでまた楽しめましたって言ってね言ってくださいましたのでね、あのまだ4日間配信しておりますのでね、4日目の、だから今日が何日ですか、3日ですか、3日ですね、じゃあ 3、4、5、6日の夜の11時ぐらいまで配信してますので、あのぜひぜひお帰りになってからご覧くださいませ。はい、はい、それでは次の曲はですね、これもクリスマスの時にちょっとやってた曲なんですね、ディズニーの曲です、もともとは、うん、はい、ディズニーの曲はいい曲がいっぱいあるんですが、ポカホンタスというね、はい、ポカホンタスポカポンタスポカポンタスじゃ、ポカホンタス、ポカホンタス、うん、アメリカ原住民の女性と、イギリスの将校の人の、まあ、お話というかね、実際の話なんですけどね、要するにアメリカ大陸が見つかっちゃって見つかっちゃったね、本当はね、先住民の方が平和に暮らしていらっしゃったところにね、ヨーロッパの方からわーっと大軍が、まあ、いらっしゃいましてですね、そこでいろんな、まあ、なんだっけ、戦いがあったり和解があったりいろいろしたわけですね、そういうその時代のストーリーを、ポカホンタスというその先住民の女性を主人公にして作った映画がありまして、それのタイトルで、Colors of the Wind、 これも私が訳してみました。お届けします。風の行方
空に向かい手を バネッサ・ウィリアムさんがね歌ってらっしゃいましたね。バネッサ・ウィリアムさんはとっても美しい方で、今ほぼ女優さんですね。いろんなね結構貫禄が、まあ、お付きになってなんとやり手の女社長さんの役とかね、結構映画でそういう役を演じてらっしゃいますけど、まあ、今でもすごい美しい方ですけどね、カラーズ・オブ・ザ・ウィンドでした。はい、それではちょっとそろそろメンバー紹介をしていこうかなと思います。そうね、さっき新井くんがスライドギターいいの聞かせてくれたから、ちょっと新井くんから言ってみていい？うん、大丈夫。毎度オンギター新井勝正、イエイ。はい、さ、なんかお知らせはお知らせはないのか今回は。特には今回ないね、年明けになっちゃったもんね、イベントがね。本当はあったんだけど、本当はあったんだけど、本当はね、あったんだけど、年明け春ぐらいかな、じっくり煮詰めて、ドカンと、ちょうどだから新井勝正、本田達也、宮崎雅宏と3人で、そう、メイン3人で、メイン3人でね、今回年明けはね、キムチさんにやっていただくんで、インストバンドです。あ、面白いんですよ、インスト、歌がない。そう、そう、うん、いいです。私も見に行ったんですけど、この前ね、9月ぐらいね、はい、今なんかだからやっぱりコロナ禍、なんか私、新井君の紹介なんだけど私喋ってんだけどコロナ禍で結構ほらいろいろバンドを再編成したり、いろいろね、みんなミュージシャン暇だったりしたもんだからいろんなことをやって、面白い展開になってたりしてますよね、そういう意味ではね。そうですね、まあ、いい書き方、言い方はちょっとおかしいけど、でもまあ、逆境をバネにみんな逆境に強いかね、負けてたまるかということで、生きてるうちが花、生きてるうちは精一杯目一杯やろうということで、そう、新井くんもそういうのも始めたし、なんかセッションも他にもやってたり、そう、ちょこちょこね、楽しいですよ。なんだっけ、フェイスブックとかではお知らせをしているの？そう、フェイスブックではちょこちょこと、フェイスブック、インスタグラムぐらいしか、インスタもやってるんですか？インスタやってるってほどじゃないけど、あれ写真上げなきゃいけないからめんどくさいんでね、インスタね、文章だけ、ね、そうだからさ、そこがさ、若者と、ね、我々とのそう、若者はインスタグラムなんだよね。そう、若者はインスタグラム、写真の方が楽な世代と、そうそう、ね、もう語りたい世代。語りたいっていうか、フェイスブックでも短いワードでパンとなんかね、背景が、壁紙の中にポンと入れたりするのあるもんね。そうなんですね。はい。でそこでお知らせするみたいなんで、はい、ちょこちょこチェックしてあげてください。皆さん見てください。楽しいですよ。結構喋りますからね、そのライブでは。私見に行ってびっくりしました。やだ。違う、ちゃうね、ちゃう、だからさ、ちゃうね、ちゃうね、ちゃうのよ、さ、俺が喋らないと誰も喋んないからさ、そうなんや、そんなもんなんや、もうおかげさまでだいぶ喋るようになりましたけどね、そうですね、本当そうですね、はい、
シートになりましたけど。これからのご活躍を、はい、新井勝正さん。はい、よろしくお願いします。じゃあ本田さん、あ、はい、オンベース本田達也、うん、ありがとうございます。今日なんだっけ、ニューヨークのユダヤ商人みたいな格好だねって言われた。宝石売ってる。いや、週刊さ、なんかさ、アルパチーノみたいだよね。アルパチーノ。あ、なんか声かかってる。あ、かっこいい。あれ、びっくりした。アルパチーノ意識したんですか今日。そんなわけないじゃん。夢にも思ってないじゃん。夢にも思ってない。やっぱ宝石商ですか。そうそう、持ってませんが。偽物ね。イミテーション、うん、結構レコーディングをされてますでしょ最近ね。そうですね、うん、もうなんか、うん、なかなか完成しなくて。完成しないんですか。趣味みたいになっちゃってる。あ、本当。そうか、勝手に作ってるんで別にあのリミットがなくてね。だからそうか、そう、そうね、そう、発売いつとかね、そうそうそう、そういうのがないからね。うん、結構ね、いろんな音楽に精通してらしてですね、いろいろ教えていただくんですよね。私もね、私が普段聴かないようなジャンルの音楽とかね、すごい教えていただきますね。現代音楽風のやつとかね、うん、なんか今日もなんかやってましたね。なんだっけ、 誰の映像が面白いって言って、もう忘れちゃった。忘れました、ね、さっきの話も忘れました、ね、なんかそんなこと言いました。そうそう、私が教えてもらったのはマイケル・コリアーさんね、イギリス人の若い男の子の、すごい面白いんですよ。なんだろう、ジェイコブですけどね。ジェイコブ、あ、マイケルじゃない、マイケルじゃない。なんでマイケルになっちゃったんだ。ジェイコブね、ジェイコブコリアさんとかね、普段聞かないですよ。あんななんか多重録音のファーみたいなやつとかね。でもテイクシックスと一緒にね、ライオネル・リッチの曲やってたり、すごく面白いアーティストさんがいらっしゃる。うん、そう、よく見つけてきますよね、そういうの。いや、偶然です。偶然なんだ。そうなんだ、うん、なんかスパンキーなんとかってインストバンドいるじゃないですか。スヌーピーだっけ、スヌーキー、知らない。あ、なんか ちょっとグラミーとか撮ってますよ。でもあ、ちょっとその音の感じはなんとなく分かる。バンド結構すごくて、うんうん、それ見てたら、うん、そこでゲストに出てて、あ、そうなんだ、すごいピアノソロ撮ってるんで。あ、そうか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 、うん、なるほどね。そんな感じでした、うんうん。そう、そういう発想の中からいろんな音楽が生まれるんですね、本田さんのプレイのね。いやいや、うん、結構面白いユニークです。はい、はい、はい、どうもいいですか。はい、本田達也さんです。宮崎さんマイクある、はい、じゃあ、ドラムス宮崎正弘、はい、お番でございます。なんか聞いて、何か聞いて。宮崎さん、あ、宮崎さんだって今自分から喋るなんてできないもん。なんで宮崎さん、よく喋れるよね。人に喋れとかもしれって言って、宮崎さんさ、ここで揉めてますよ。宮崎さん今だって忙しいじゃん。忙しい、めちゃくちゃ今ちょうど ね、ちょうど忙しい。あっち行ったりこっち行ったり、そうそう、電車乗ったり、そうそう、電車乗ったり飛行機乗ったり、ね、飛行機乗ったり、武道館でしょ。武道館もあるんですよ。武道館、二次伝説ね。オンステージ、そうそう、高中正義の、そうそう、言ってたやつがとうとう今始まっているんです。あのなんか、うん、二次伝説はだからおじさん、マコノってマコノだと、あの武道館で二次伝説やった時僕だったんですけど、うん、あれから何十年も経ってるんですよね、もうね。もう僕20代でしたから、うん、でそれで何ですか、その40年ぶりだからぶりにまたあれを再現するっていうらしいんですけど、さすがに被り物はもうしないみたいですけど、あ、もうしない、よかったね、被り物ね、よかったね、被り物やった、その時キムチ一緒でしたからね。そうそうそう、当時やってたんですか、被り物。被り物ね、やったのよ。どんなのゴブリンって、あ、皆さんそれちょっとその時の知ってるか知らないか、ちょっとご存知かどうか分かんないですけど、絵本のね、鬼のイギリスの中、そうそう、絵本をモチーフにしたそのアルバムなんですけど、その絵本に出てくる鬼のゴブリンっていう鬼のゴブリン、ゴブリンをそのままお面作ったんですよ。そのライブのため、一日だけのためにね作ったんでね、作った
で、まあすごかったね、それをかぶって演奏するって。そう、息苦しいでしょ。かぶって演奏する。息苦しくない。もう完全なマスクですか。マスクだよ。こんなでっかいんですよ。ここへ、あのスティックタが、ね、そうそう、スティック当たるんですよ。ポンってやると、も面に当たっちゃうんですよ。でただ演奏するだけじゃダメだとか言ってさ、もっと派手な動きをしろとか言って。言われんのその。キムチにバトンタッチしてますけども。はい。いまあ、いや、やっぱ、いや、こんな話しててもしょうがないんですけど、いいよ、まあ、そういうのが、まあ、いつだったかな、11月、いつだったか、来週、来週ぐらいだったと思ったんですけど、来週か再来週ぐらいになる、来週だったらすぐじゃん、再来週かな、もうだって20日 ?11 月20日にある、20日、ファミマも宣伝してないもん、何が、え宣伝してあったんだよ、高中正義、二次伝説だろうかなって、はい、ファミマで。ファミマでで宣伝してたの？ファミマにほら、ああチケット売るのでね。そうそう、見てて、あ、やるんだなと思って、ついこの間行ったら、ね、もうやな貼ってなかったよ。もうじゃあ売り切れたソールドアウトしたんじゃないですか？売り切れたんじゃない？やった、すごいな。8000人。いや知らないけど、いやなんかでもちょっとやっぱりあのゴルフじゃなくてコロナで。あのゴルフ3文字だからと間違えちゃう。いやそれであの人数はちょっとやっぱ制限してるみたい、座席数を減らすってことですね。1万じゃないかもしれないってことですね。そうそうそう、まあまあそういうのも、うんうん、なんかやっぱりその会場によっていろいろあるみたいで、武道館はそういうことらしかったんですけど、まあそういうので、まあ、20日にあるんですけど、まあ、そういうのがあったりとか、はいはい、あさってではなんか札幌行ったりとか、あ札幌もあるんですか、公演。そうで札幌帰って翌日の朝一で帰ってライブライブメローっていうコンサートがあるんですけど、うん、なんかあのパリスマッチとか、パリスマッチ、パリスの風、あと藤丸さんとか、あ藤丸さん、吉野藤丸さん、はい、みやりさんって聞こえちゃった。それから名前が出てこないです。あブレッド&バター、ブレッド&バター、岩沢冬美、もう一組はいるんですよ、もう一組、うるさいよ。もう一組なんですか、もう一組は、しえあそうそう、ジャンク藤山、あ藤山大久保、あれジャンク藤山、その4組の方が出るんですけど、それの、うん、それのバックをやるんですよ。で全部で12曲なんですけど、それぞれの人のさ感じの全然違うんですけど、うん、そりゃそうだね、それそのバックをやるってすごくないですか。え宮崎さん得意じゃないですか、そういうの。宮崎さん得意じゃない、そういうの。いやもうなんかもうね頭はねパニクりますよ。まあね、なんか世界歌謡祭やってたじゃん、うん、世界歌謡祭やってた、世界歌謡祭じゃない、ヤマハポップコーン、ポピュラーソンコンテストねやってましたけど、うん、まあそういうのもあったりとか、今ちょうど、うん、なんていうんですか、ちょうどうまくじゃないわ、たくさん重なって重なっちゃったんですよ。もう来年めっちゃ真っ白ですよ。もう来年真っ白。来年のスケジュールは真っ白です。真っ白。もうちょんちょんちょんしか入ってない。ああそうですね。うん、はい。ちょんちょん、まあ初っ端ね、はい、カオルさんのがありますけど、はいはい、まあ本当まあそんなもんです。まあミュージシャンなんてこんなもんですよね。なんやこの親父。なんやねんこの親父。ミュージシャンのスケジュールなんてこんなもんですよ。忙しい時は忙しい、ね、忙しい時は忙しいけど、ね、暇な時はほんま暇やし、まあだから、うん、まあ、こういう時ぜひね皆さんあの楽しんでください、こういう時はね、はい、宮崎雅弘。はい、それではキーボード川島博士、あ、川、あ、ごめんなさい、川島太さん。はい、川島です。お疲れ様です。今日なんか前半あれだな、あのソロあれだっけ、川島君のソロないの？ないですよ今日は。全然ないのか。うん、あ、ごめんね。別にいいですよ。別にそれはいいんですけど。選んだらそういう方になっちゃった。うん、なんか告知あるかなと思ったんですけど、はあはあ、特にまあ。うん、1月は何本かその大井町の野外でやったりとか、なんかキュリアンでやったりとかっていうのがちょっとあったぐらいで、ちょっと年明けるとちょっと忙しくなるみたいなんですけど、うん、僕はね10月の末がもうめちゃくちゃでした。あのハロウィンライブっていうのを、ハロウィンライブっていうのが別のやつで3日続けてあって、
ほんで1日にカオルさんのリハがあって、はいはいはい、で昨日だけちょっと休んで今日です。あ、もうなんかリハの時疲れてたもんね。そうずっと弾いてる感じがします。うん、ああ、なんか前フェイスブック見ましたよ。前の日になんかイベントやってるとか。で明日からもう学校が始まっちゃうんでまた。あ、なるほどね。なんか、うん、休みが欲しいです、ね。ちょっとバタバタしてる感じです。ですね、うん、そうですか。川島くんは、うん、今日の今日もそうなんだけど、いつも私たちのバンドは最後にラテンをやりますけど、大体川島くんがアレンジをしてくれてます。はい、はい、ラテンアレンジはもう川島くんに任せとけばみたいなそんなあれでもないんですけどねそう、うん、川島俊さんでございました。はい、ありがとうございます。はい、キムチさん、はい、キムチさんまだだったまだだったんですよ。はい、はい、バカション木村誠19日に、はい、今月の19日にちょっとオンマイクでお願いします。神楽坂のグリーっていうライブハウスが僕初めて行くんですけど、そこでクワトロロコスのライブがあります。クワトロロコスだけじゃないんですけど、いろんなダンサーの人もなんか来るとかいう、ね、よくわかんないんですけど、もしよかったらいらっしゃい。神楽坂、19日、神楽坂いいっすね。神楽坂、グリー、グリー知らないな、そのお店。ね、僕も初めて、神楽坂だって神楽坂、神楽坂神楽坂行ったことないな。行ったことないの。行ったことないですよ、うんうん、ちょこちょこありますね、神楽坂にライブハウスね。私の知り合いもやってたりとかしますけどね、うん、でもグリーっていうのは聞いたことがないです ね、うん、よかったらいらしてください。いつですか。19今月金曜日11月の、あ、そうですか。クワトロロコス、あのお笑いラテンバンド、そうお笑いラテンバンド、そう、笑うもよし、ね、笑うもよしっていうね、ゲタオさんとかね、そうそうそう、ペッカーさんとかね、うん、そう4人あのクワトロ4つ、私そういえば見たことないか、行こうかな19日。うん、そう、キムチさんね、皆さんかっこよろしい、あ、かっこよろしい、あ、関西弁なんで彼女、皆さんかっこよろしい、パッション年輪を感じますわ。年輪私の小学校の友達がコメントくれた。ありがとう。お気にはね、あんまり言わないけどね。ありがとう。お気にってあんまり言わないよね。あんまり冗談では言いますけどね。冗談で、うん。大きにとね、ちょっと地方によって違うんですよ。 ありがとうとか言うね、うん、ありがとうは言いますね。ありがとう、うん、とうが上がりますけど、いい加減にしありがとう。だって何、関西弁講座ですか。関西弁って僕大好きなんですよ。聞いてる聞いてるよ。関西弁好きなんですよ。うん、知ってるよ。だってよう真似してはるもんな。そう、関西弁で喋って、うん、あの大阪行っても関西弁で喋るとすげえ嫌がられる。そりゃそうや。やめてくれるとかって言われて、そんなこと言わんととかって、イントネーションおかしい、もおかしいんですよね。一生懸命勉強してるんですけどね。ちょっと違うよね、九州の言葉とね、波がね、波が違いますよね、うん、関西弁で、あのなんだっけ、お化けの なんていうんですか、講談でほら、階段あのお化けの話ね、はい、講談であるじゃない、はい、その関西弁でやると全然怖くない、ね、四ツ谷のなんとかという坂がありますとかってね。いや、あれね、この間ちょっと講習なんかテレビでね、タモリクラブかなんかでやってましたよね。見てた、面白かったね。あれ、あのどうやったら怖くない話を怖くできるかっていうのを、 あれすごいあのためになりましたね。あれだと関西弁でもきっと怖いですよ。そうそう、うん、すごく間を開けるらしいです。すごく溜めるんですって、うん、溜める、昨日ねっていうふうに溜めるんだって。わかるわかる。 それをなんかね、いろいろ試してましたよね。なんか料理の作り方、なんか レシピをいかに怖く感じさせるか。
いいねいいね、卵を割ってなんとかみたいなのいいね、そうあれちょっと私ね勉強してみようかなとか思うんですけどいいなはい、はい、楽しいトークの時間も終わりパーカッション木村誠とキムチさんです。ラテンコーナーに入りたいと思います、ね、本当だったらここで踊っていただきたいところですけれども、お茶の間の皆さんは、ご自宅で踊ってください。あの一緒に歌ったりもしてください。それでは、最初になんだっけ、アジエル、アジエルですね、昨日っていう意味ですね、グロリア・エストバンが歌っている曲をお届けしたいと思います。Imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma aquel que no clavé. Ayer compré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca.Firma junto a tu haber me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues abrides mi corta. Salgamos de la duda y del rincón. Me vienes el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor.Tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Fresco de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser.Regresa por favor, desabrigues mi torta. Salgamos de la duda y del rincón. Me tienes el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Le debemos la pasión, desabrigues mi torta. Llenemos de calorEl corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel de la clave. Ayer encontré la flor que tú me diste.
それでは、次にお届けする曲は、日本の名曲をラテンにアレンジということでですね、ちょっと、ロマンチックな曲をお届けします。木杉隆夫作曲、スローモーション。
い、ありがとうございました。それではですね、次はね、ここの会場にいる人たちとは一緒に歌ってはちょっともらえないんだけども、今普通に歌っていいのちょっと分かんないか、まだちょっと分かんないね。で、いつもコーラスの人たちが一緒にわーっと一緒に出てきてくれて、それで一緒に歌ってた曲なんですね。マーク・アンソニーの曲なんですが、ちょっとごめんね、今ね、それをいつも一緒に歌ってくれてた人がね、見てくれてるので、開始時間間違えてました、もう終わるいや、まだこれはまた頭戻してみてください。今からね、一緒に歌える曲やるから、向こうで見ててください。でね、一緒に歌ってください。で、ちょっと練習しようか。練習しよう。今日はね、歌詞カードないんだけど、歌詞はすごく簡単で、まずね、ボイアレイール。ね、一緒に笑いましょうっていう意味です。次、ボイアバイラル。バイラルは一緒に踊りましょうっていうことですね。そしてビビールミビダ、ビビールは生きる、私の人生を。でララ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 しか分かんない人はラララでいいですね。うん。で次がね、ボイアレイールはね一緒。次はボイアゴサール、ゴサール笑いましょう。そしてまたビビールミビダ、ララララララって言うんですね。ちょっとこれだけ練習しようか。どうす、ボヤレイル、ボヤバイラル、ビビルミビダララララ、ボヤレイル、ボヤゴサル、ビビルミビダララララ。これ繰り返すんですね。もうちょっとゆっくりかな。行こうか。ボヤレイ、ボヤバイラ、ビビルミビダララララ。ボヤレイ、ボヤゴサ、ビビルミビダララララ。ボヤ。Oh, yeah.
とうございました。ビビルビビダビダでした。今日は本当にありがとうございました。本当にね、外はいいお天気で、皆さんもっといろんなところ散歩したかったんじゃないかなと思いますけど、私たちのライブに来ていただいて本当にありがとうございました。画面の向こうの皆様もありがとうございました。次の曲で最後になります。じゃあいつもこの曲で盛り上がりましょう。有名な曲ですね。私の僕の歌を僕の歌を聴いてくれという日本語タイトルがついてます。おじこんばんは。
ありがとうございました。オンキーボード川島ふとし、イエイ、オンドラムス宮崎正弘、オンベース本田達也、オンギター新井勝正、オンパーカッション木村誠、上村香織でした。お届けしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな動く気配ないです。もうね、動くのはね、もうあの疲れちゃうというお年になっちゃいましてですね。はい、あ、わい、なんだか懐かしいです。クーさん、ボニーレイト最高でした。 ありがとうございます。マリちゃん、ビビルミダダラララララ、コーラスやってます、ありがとう。とても嬉しい夜でした。さっきのあの林間の方ですね。やすこちゃん、次回待ち遠しい、ありがとう。そう、次回なんですけどね、あの私1月8日がお誕生日なので、1月8日にここでやります。よろしくお願いします。1月8日だよ。1月8日もお正月明けてすぐなんですけどもね。はい、ということで、もうクリスマスライブはやらずに私のバースデーライブを毎年やることにしたという、そういうことなんでございますの。はい、とうとうですね、私もあの、前期高齢者に突入いたしますので、はい、来年はちょっとね、あの楽しみなあの年にしたいと。何が楽しみなんだよ、美術館割引で行けるってか、そうかね。な年にしたいと思っております。ぜひまた1月8日ね、あのお時間ありましたらいらしていただきたいと思います。遠方の方はあのまたここでやりますので、配信させていただきますのでね、見させていただきたい、あの見させていただきたい、ご覧になってくださいな、私が見てどうすんで、そうで、はい、ご覧になってくださいませ。そうですね、実は私ね、今ね、なんでここにあるものをボトッと落としたかっていうとね、ずっとね、配布しようと思ってたの、封筒をここに置いたままだったのよ。で、今頃気づいて、あれこんなところにあるとか思ってですね、あの実はちょっと配布しようと思ってたのがあって、アンケート用紙も作ってきたんですけどね、すっかり忘れてました、ごめんなさい。もしちょっとお時間、今日まだね8時、あ、たっぷり2時間やってましたね、今日はね。バータイムありますよ。ここ何時までですか、ジェロ吉さんは。11時半までバータイムがあるから、あのぜひちょっとゆっくりしてってください、お時間ある人は。それで、あのまだ早いでしょ、8時だったらねって言ってね、あのそう、あのでちょっと今からアンケート用紙も後でお配りしますのでね、あのちょっとそれを書いていただいたりすると嬉しいかなと思います。で、あのそう、あの飲みすぎないでね、最近なんか急性アルコール中毒で電車で倒れてる人結構いっぱいいますから、そう、あの解禁になった途端にね、そういう人が増えてきますね、駅で寝てる人とかね、増えてきますからね、皆さんお気をつけになっていただきたいと思いますけれども、それじゃあお言葉に甘えまして、アンコールさせていただきたいと思います。ちょっとそれと、あのあれですね、配信ご覧になっている方、ぜひ後売りチケットの方よろしくお願いいたします。はい、はい、では、アンコールいただきました。最後にじゃあパッと賑やかにマンゴーマンゲで、終わりたいと思います。
けらブースターステマンゴ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 ドライゴマンゴブスコチェラケラブースターステマンゴ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 おでマンゴエマゴマンゴドライゴマンゴブスコチェラケラブースターステマンゴ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 あなたのためにケーキ焼きましたマンゴ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 おでマンゴエマゴマン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 ゴフライドマンゴビスコチと上村かおるでした。ありがとうございます。終わります。みんな飲んでってね。次郎吉さんもね、お酒解禁になった。